地べたからでも会心の一撃。はい、みなさんこんにちは。関光太郎ゴルフ T. V. の時間でございます。今回もですね、前回前々回に引き続きまして。プロギアの R. S. ジャストシリーズです、えー。ユーティリティ、今回は持ってきました。はい、四番ですね、ロフトは二十二度。シャフトはディアマナフォー。 プロギアプロギアプロデュースのディアマナですフレックス S でございます、えー、ちょっとね、ま、た左手をちょっと負傷しておりますのでこれで助けてもらって早速打ってみたいと思います、うん、顔はですねここはキュッとこうコンパクトになっておりましてやっぱりこうアスリートモデルかなっていう,うに え思いますが、ここのね、この顎というよりは、このリーディングエッジですかね、これがこうスッとこう結構出っ張り気味にシャフトに対してリーディングエッジがこう前に出てくれているので、フェース面がですね、こうボールの下に入ってくれやすいかなっていう風に印象があります。船底も結構こう R がきついので、いろんなね、こう傾斜とかベアグランドだったりラフだったりっていう。 ラインに対しても結構対応能力が高いような感じですね。はい。まあやっぱりアスリートモデルある程度上手い人がスコア作っていくっていう想定した顔になっております。はい。じゃあ行きますね。うん。やっぱりあのおすすめする層は。 えーまあ、ドライバーフェアウェイウッドと,と変わらずもう100は切ってますよ80代70代は狙,狙っていきたいですよっていう方になんですけどもそういう方がですね、えー、一番ユーティリティに求めることって何だというとやっぱり振った時に出玉から左に行かないことですね。 これはかなりユーティリティになってくるとねあのフェアウェイウッドとかドライバーは右に行く恐怖感みたいなあるかと思いますけどもね誰しもねユーティリティはですねやっぱりこう出玉から左に行かれちゃうとコアをねそこでボンと大きく落としてしまうことになると思いますこれがね非常に出にくいんじゃないかなという風うに今売って思いますはい。コントロール性もねこれだけコンパクトな フェイス面えっとまあある程度そんなにこう高いコントロール性っていう感じ例えばタイトリストとかね本当にこうアスリートアスリートしたユーティリティみたいなこう自在にコントロールするっていう感じよりは 基本的にやっぱり直進安定性が高いその中で、まあ、若干のコントロール性がありますよっていう感じですねろ、はいろ球筋をこうボールの位置こうしたりこうしたりとかドローとかフェードとかっていう感じよりはあんまり気を使わずにまっすぐまっすぐグリーンに攻めていきたいという方が、えー、この RS ジャストの、ね、ユーティリティは合うんじゃないかなというふうに思います。 打球オンだったり芯に食った時の気持ちよさみたいなのがやっぱりドライバーからフェアウェイウッドこのユーティリティまで共通してジャストのね良さみたいな気持ちよさ直進性の高さ芯に食った時のあの他のモデルではねあんまりこう体感したことがないようなこうバンこう爆発力みたいなねいろんな点をこうフェース面の真ん中に寄せてますよっていうことで。 起こるこの芯に食ったた時のの気持ちよさみたいなこの辺がやっぱりこうドライバーフェアウェイユーティリティでこで共通しているのでまあやっぱりですねおすすめはシリーズでウッド系全部このねジャストで使うっていうのがえすごくこう共通して開発されてますので良いんじゃないかなというふうに思いますはいもう一気打ちます。 若干今のもねこうトップ目に当たってしまったんですけども高さ的にもほとんど変わらずに高く出てくれますのでミスに対しても非常に強いんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでプロギアのですね RS ジャストユーティリティでした。